はい、どうも皆さん、妻です。もう最近ね、このゲーム起動するとちょっと胃が痛いんですよ。もうね、それぐらいまでには追い詰められてます。いやー、もうね、何度も言いますよ。やめていいですか。めっちゃ苦しいんですけど、このゲーム。さて、まあそれはさておき、稲葉の兵を、もう稲葉を捨てましょう。もうここにこれを残したのが僕の最大の過ちだった。稲葉を捨てて、ここ帰りましょうね。今のミノに出てたのか、もしかして。これも取られちゃうよね、絶対に。 100% 取られちゃうよね、終わりで、ね、終わりじゃん、ミノ、まあ、とりあえずイノは捨てましょう。もう果たして鬼こじがどこまでいけるのかわからないですけど、避難していきましょう。こういうルートを辿った方がいいかな、こういうルートだった方がいいかな。まあ、士族の数を考えると、こっちの方がいいよね。だからこっち行きましょう。戦いたくはない。戦いたくはない。さて、もうこれね、この兵数じゃちょっと無理だよね。いくら終わりから兵を出したとしても。この直しても、何の話もならんと思うんだよな。とりあえずやるだけやってみましょうか。参上いたしました。ご命令を待っておりますぞ。さて、じゃあとりあえずターンを終了しましょう。あ、来た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 。あ、包囲できてる。あら、あ、これはどう考えても無理ですね。これでもできるかな。配置数2500、これただ3400対2020なのね。やってみようか。さて、始まりましたよ。まあ、何があるかわからないのが戦場ですからね。鉄砲隊、弓足がある。鉄砲は、鉄砲配置されてるね。鉄砲、この鉄砲隊をここに配置しましょうか。ここに、こっちは櫓があるから、ここに配置しましょうか。兵がどっから来るか分かんないけどね、敵が。この鉄砲隊、この鉄砲隊どこ、こんなとこにいるの。ちょっと待って、配置を変えよう。もうちょっとこう来てもらって、で、この鉄砲隊をここに配置して、少しずつこうずらして無駄をなくしましょう。スペースを、小スペース宣言。こうでしょ。で、浮いてるこの鉄砲足軽をここに配置すればいいですよね。これはこれか。あ、そうか。これがちょっとこっちに詰めるんですね。ちょっとこっちに詰めれば、こうくれば、こいつらもこの後ろの兵がいらなくて済むということですね。これ鉄砲の兵は全てつきましたね、一気に。さて、行きますか。来い。うわあ。うわ、なんだこの数は。なんだこれは。これは無理ですね。どう考えても。注目適切散るのが多分、普通のことでしょう。誰もいないんだ。侍か死んだ。ありやしがある。やりやしがあるでしょ。逆に言うと、これを破ったらすごいよ。これを倒しちゃったら。ちょっとこれ3回待機でしょ、行きましょうか。進んできてますね、粛々と。刀。また肉弾戦が得意な連中ばっかなんね。弓。どうしたの、武田の騎馬隊は。弓。槍、大将、牙。こっちは刀、牙。刀侍。ここには刀、牙隊か。うわ、なんじゃこれ。あ、援軍か。さあ、来ますよ。これは無理だろ。注目適切っていうのが、何やってんの、この人は。
何したのこの人ら。なんでこんなダラダラと。さあ始まりますよ。これは無理だろう。始まってますね、こっちも。いくらなんでも数が多いよね。これまさか AI 側も僕が戦う判断をするとは思わなかったので、これなんで味方の兵はこういう状態になってるの。さあ来ました、レンコが。もう登ってきてる？来てる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 。いやー、すごいありさまだなこれ。大将が危ないって言われてももう関係ないよね。もうどこもかしこも危ないもんね。弾なくなっちゃうんじゃないこれ。あ、来てる来てる、肉弾戦が始まった。頑張ってくれよ。すごい。鉄砲がビンビンに光ってる。お、始まりましたね。乗り込まれ始めましたね。さて。まだこっちのは大丈夫か。おお、押し返してる押し返してる。鉄砲強いね。うわ、第2波が来た。こっちやっぱ歩兵の多い。こっちはきついな。こっちのよ、こっちのやろ。うわー、厳しいこれ。そんなこと言われても。やばい、ここが強い。こっち側が、こっち側がなんとか持ってんのね。こっち側が危ない。待て待て、鉄砲隊に何してる。あー、飲み込まれる。侍家臣だもん、こっちだ。あ、こっち側を戦闘終わってるぞ。鉄砲こう広げよう。意外と守れてんのね、恐ろしいことに。頑張れ頑張れ。さて、この鉄砲隊はまだ攻撃して戦ってるね。意外とでも押し返してきてるんですよね、恐ろしい話で。よし、攻撃攻撃。ヤグラを取られた。このユニットが遊んでないか。もう遊んでるユニットなんかないね。待って、これ遊んでないか。あ、ダメだ、遊ばなくなった。これはきついな。ここで押し合ってるもんね。もう粗相状態になってる、こいつら。さて。これ攻撃始めるでしょ。やばいな。いよいよ持ってまずいな。死での旅を歩む時が来たかな。
これきついよ。四方八方的だもん。でしょ。こいつら逃げてるの。粉砕したんだ。強いね。うちの鉄砲隊ね。じゃあこの兵でもってここを取ろう。これは何、こんなとこに弓侍なんかいんのかい。これきついな。よし、この外の弓侍ほっとこう。こいつら戦わなきゃいけないな。こっちこっちで、この人らはここに配置して、ここの押し合い試合がどうなるか。ここが押し合い試合が終わるとなんとかなるかな。ちょ、こいつら2人で大将を戦おう。これがね、これで勝った方が戦局を左右するけど、もう負けそうだな。死を覚悟してる。あ、こっちが終わった。これ敵対象部隊封鎖した？よしよしよし。まずい、取られる、城が取られる。これはすごいな。でしょ？これはどうするんだ。取られた。これが、これを攻撃するとかどうかな。これがまずいな。なんとか打ち破ってくれれば。お、一人倒した。待て待て、落ち着け落ち着け。叩くんだ、攻撃だ。一部隊がここを取ろう。もう一部隊を持ってここを取ろう。倒した倒した、よし。まだいるじゃん、ここに。なんかさて、この人ら誰？弓足軽が突っ込んできてる。こいつらか。いやー、参ったな。130分49勝。これも、全然人がいない。これはどうなるんだ、本当に。すごい、血で血で洗うような合戦になってしまいましたね。4、1、60。もはやこれまでか。死んだ。全部隊が全滅した。我が部隊が城枕に討ち死にじゃ。頑張れ頑張れ、もう最後の最後まで頑張れ。これはきついっすね。さすがに無理だった。まだこの121の部隊がいるのがね、これが全てでしたね。結構頑張ってますよ、この鉄砲隊。もはやこれまで。城を取られそうですね。あと19分。あ、倒した。倒した。
つべえ、この鉄砲隊。我が軍最強と歌っても構わぬであろうぐらい強いですね、これ。敵の刀侍まで粉砕しましたもんね。あ、ダメだ。全軍皆殺しの憂き目にあった。あ、はぁ、あ、でも敵をものすごい数道連れしましたね。全滅。敵殺傷2000だから大したもんだと思うよ、僕は。はいはい。もうこれはもう、ね、自動戦闘で。これじゃいくらで勝ち目ないね。あ、これ松田とあれか同盟組んでんのか。さすがに無理でしょう。これもね、無理でしょう。はい。休みますぞ。これもまあ諦めましょう。逃げ遅れた。そうですね。なんか来てるな。これか、これ飛び道具ないのきついな。ここも諦めましょう。また取れ。そのうちね。いや、美濃を失ったのが破産しとるで、この国。いやー、参ったね。破産してるんですよ。破産をね。これ破産状態続けるしかないのかな。これこっち進めなくなっちゃった。これ解散しようか、舞台を。解散すれば。腹切んだ、この人。もう腹切った。この軍隊なくなったら一気に黒字に転化しましたね。軍を抱えすぎてたのか。いやー、にしてもだよ。にしてもだよ。あの軍は必要だったんじゃないの？まあ、どうしようもないですからね。ああいう風になっちゃったらね。尾張は失いたくないぞ。これでも何しろ金がないから次の月にならないと話にならないっていうのもあるんですよね。いや、参ったね。本当に参ったね。これもう一回やり直していいですか、本当に。もうダメなんですけど、このゲーム。あ、来た。これはね、叩けるでしょう。さて、まあ、スピーチはスキップしましょう。問題は敵の配置ですよね、この、ここの城って。城が大きいだけにね。まあ、しっかり配置さえできていれば、全く問題なく守れる状態ではあると思うんですけど。こういう感じで配置しましょうか。この火縄銃部隊は、そこか。この人らはここと。この辺に配置しましょうか。これはここ。まあ、ここ、はい。ここ、はい。これはここにいるのか。こっち側に配置しましょう。弓部隊。こうやって見ると、弓って随分射程長いんだね。こうしよう。弓って、まあそこでいいですね。はい。これはここか。ここに配置すると、やっぱこの辺になっちゃうな。ここにいた方がいいですね。この弓は。ですね。まあ、足軽部隊を、こう壁につけた方がいいのかな。こういう感じで配置しましょうか。こっちにも足軽は必要ですよね。多分大丈夫と思うんですよ。ちょっと僕ね、ここは楽観視してます。さあ行きましょう。
よっぽどのことがない限りね。そこでしょ？まあ当然こっちに大部隊がいますよね。で、あと問題は、こっち側にいつも、この森を抜けながら埋伏みたいな感じで来るんですよな。来た、いるいる、やっぱり。ちょっと今隠れて、パッと見えましたね、少しね。こっちにもいるんですね、やっぱり。こっち側にはわからない。これ、あれなんですよね。隠れるんですよね、この、潜伏効果があるんで。埋伏効果か。まあ、あっちへの3部隊でしたね。さ、パッと見た限りでは。これ、雨って避難所大丈夫なの？大丈夫だね。僕は信じてるよ。うちのは新式だって。さて、始まりますよ、いよいよ。もう少しで、射程に入りますね。ここも、あり地獄みたいな、この、部分が待ってますからね。ここに入った瞬間、敵兵溶けますからね。文字通り。まあ、こっち来てないですね。ハイラインを、ハイラインをやってますね。あ、来た！バッタバッタ倒れてる。こっち側からも当然、ホークが始まりますよね。連呼が始まりましたね。こっちからも来ましたね。さて、槍足から少しこっち側に出しとくか。この槍足軽をこっち側に配置しましょう。こっちから来てる部隊、この3部隊だけなのかな。ちょっとじゃあ兵を少しだけ移動しましょう。さあ始まりましたね。もう粉砕してますね、いくつかの部隊が。鉄砲こんだけ揃えるとさすがに強いよね。これがうまいこと射程に入ってきてないな。この槍足軽をこっち側に出して、この鉄砲と部隊でも戦ってますね。少しもうちょっと移動しましょう。もちろん倍の速さで切り込み隊が来ましたね。あ、でもほぼ大丈夫ですね。こっち側は完全安定してます。すごいもんこここっち側には人はいないと。大丈夫ですね。問題ここだけですね。ここも問題ないでしょう、言うて。大丈夫ですね。敵が敗走中になりました。問題なしと。すごい。嫌な雨が降ってきてるけど。これがちょっと飛び道攻撃受けてるから少し下がろう。こういう感じで。さて、うわ、もう崩壊しましたね、敵が。これすごいわって粉砕、崩壊した敵に向かってめった打ちに打ちまくって。これが崩壊してますよと。問題ないですね。勝利終わるものですよと。ここは半端ない防御力、ほとんどやっぱこれだけの部隊揃っているともう敵もどうしようもないですよね。切り込み隊が来たかな。まあでも楽勝でしょう。ここになんか集中してるけど、
この槍足があるの持って切り込みますか。もうここはもうどうにもなるでしょう。これもちょっとここに向かって切り込みましょう。あ、崩れましたね大丈夫ですね、勝ちました。よし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 、やりました。やりましたはいいけど、そういう問題じゃないっていう話もありますけども、もうああ、なんか来た。これはお自動戦でも大丈夫でしょう。めちゃくちゃ兵減ってるんですけど大丈夫俺。これどんだけ AI の防備って稚拙なのよ。あ、方位に切り替えたこいつ。大丈夫ですね。あ、なんか来た。これは、なんとかしましょう。さて、鉄砲部隊、鉄砲部隊、弓部隊が遊んでますよと。弓部隊をここに配置しましょう。弓部隊。弓部隊。飛び道具部隊が多いのが、ここの、あれですね。城の、最大の特徴ですね。さて、こっちは一部隊。弓。槍。こっちに3回してるわけですね。大将。牙が多かったんですよね、そう、この。この敵兵は。棒がこっち向いちゃってんのがあれだな。鉄砲がちょっと上向いちゃってんのが残念っちゃ残念ですね。鉄砲がこっち向いてれば、こういう感じでこの人とスワップできるかな。ダメか。これも当然戦いしますもんね。射程に入りましたね。これが鉄砲だったらよかったな。こっちも来てる。お、始まりましたね。バタバタバタって俺だ馬ごと。これダメか。うまいこと入れ替わろうかなと思ったけどダメですね。となったら再びこっちを守りましょう。これがちょっと遊んじゃってんな。この鉄砲隊が遊んでないか。これはこっちに対処できるか。さて始まりましたね。あっちこっちで豊臣頼助が頼助を切り込んだ方がいいかな。これこうやって何してんの君は。どういう動きはしてんねん。よりすけはもう切り込みますか。敵が入ってきてるもんね。でもまあ、あ、映ってますね。あっちこっちに。あ、大丈夫。敵倒した。これの射程がいかにももったいないよな。鉄砲隊が。この鉄砲隊完全に遊んじゃってるもんね。あ、大丈夫。入ってきた。少しだけ。これでも入ってくるか、この弓足軽が。言うて弓も弱いかっていうと弱くはないですけどね、きっと。めちゃくちゃに打ってる。お、切り込んでますね。粗相してるけれども、まあ大丈夫でしょう、きっと。これ崩壊してる。こいつらか。じゃあこっち行きましょう。こいつら崩壊してるね。粗相状態のこいつに。お、なんか来た、なんか来た。あ、これは崩壊してるのか。じゃあもう大丈夫、引くだけですね。さて、こっち側はもうだいぶ安定し始めてますね。
これぐらいの兵力差ならどうってことないですよね、きっと。やりましたね。さて、でこの鉄砲の射程が入りますね、弓が。じゃあ大丈夫ですね。じゃあ移動しましょう。これ弓か、弓移動しちゃダメだ。これでもうこの弓部隊は大丈夫でしょ。鉄砲部隊が叩き始めたんで、対象部隊でもってこの切り込んできてるのを叩きましょうか。大丈夫ですね、ここは完全封鎖しましたね。よしよしよし、勝利は近い。大丈夫ですね、もうどうしようもなかったですね。勝ちました。いやー、やりましたね。つまりヤマトに引いてたね。あ、終わりを取りに来るか。そうか、もうどうしようもないさ。これはどうしようもないさ。いや、終わりも取られたか。いやー、参ったね。参っちゃったね、ほんとにね。もうすいません、信長の野望、おかしな具合なんですが、こいつら同士で戦ったりしないわけ？むしろそれが期待してるんだけど。めちゃくちゃ同盟してますね、この人らね。これはダメでしょう、こういうの。ね。なんかせめてさ、余地を残してほしかった。武田おかしいもん、この同盟の数。狂ってるよ、これ。いやー、ということで、織田滅亡へのカウントダウンは、ちょっと刻々と進んでおります。それでは皆様、次回またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。